こんにちは、エグです。今日は任天堂スイッチのスプラトゥーン2をお送りします。まず最初に今週末開催されたフェスの結果を見ていきましょう。今回のフェスはレモンをかけるレモンをかけないで戦いました。今回のフェスは11月12日の日曜日15時まで開催されておりました。その15時の2時間後、次のステージ更新のタイミングでこのフェスの結果が発表されます。まずは得票率です。得票率は 54% 対 46% でレモンをかける方が勝ちました。次に勝率です。これはソロとチームでそれぞれ一遍に発表します。はい、ご覧の通りソロ、チーム両方とも僅差でレモンをかけないの方が勝ちました。そして最終結果として、この得票率とソロの勝率、チームの勝率のどっちが多く勝ったかという、そういったもので最終結果が発表されます。ということで今回のフェスはレモンをかけない方の勝利になりました。残念ながらレモンをかける僕が選んだ方は僅差だったんですけれども、勝つことができませんでした。しょうがないですね。こんな感じでフェスの結果が発表されていくので、次もまた1ヶ月後ぐらいかな、フェスが開催されると思います。その時にまた楽しくフェスをやっていきたいかなと思います。はい、ということで残念ながらこちらのレモンをかけるチームは負けてしまいました。今回のフェスも永遠まで称号を言ってますので、スーパーサザエ21個ゲットしました。ということで今日のスプラトゥーンの動画ではまたステージの紹介をしたいかなと思います。今日紹介するステージはこの縄張りバトルのタチウオパーキングを紹介したいと思います。はい、このタチウオパーキングは前作のスプラトゥーンでもあったステージの一つになってます。どういったステージかっていうと、こういう感じのステージになっているんですけれども、大きな特徴としてはご覧の通りすごい高低差があるステージになっています。ですので、通常初めて戦うときは、こんな感じですごく落下しながら戦う感じになります。で、中央が一番低い位置にありますので、ここを中心に塗っていく感じになると思います。このステージはチャージャーがとても強いステージです。特にあの高台によくチャージャーがいたりするんですけれども、あそこから狙われると一発でやられてしまいます。例えばこのこちら側も同じ位置に高台がありますけれども、ここからもね、向こうにチャージャーがいると打ち抜かれたりしてしまうので、すごく注意が必要なステージになってます。で、このタチウオパーキングの塗る場所としては、この上から順番に塗っていけばある程度全て塗れるような感じになっていて、とても塗りやすいところではあると思いますね。ただこの自陣をすごく綺麗に塗っていると中央に行くのがかなり遅れてしまいますので、そのあたりのタイミングははっきりと見ながらやっていくといいと思います。塗る場所もそこそこありますので、気がついたら今右上のようにスペシャルが溜まってくるので、スペシャルが溜まったら中央の援護に回ると、そういうようなやり方でもいいかと思います。基本的に攻める場合なんですけれども、今回の
タチウオパーキングの特徴としてはこれですね。このインクレールがありますので、このインクレールをどう使うか、それが大きなポイントになると思います。こういうふうにね、敵陣地にも行けるインクレールがありますので、この2つのインクレールうまく活用して戦うといいと思います。タチウオパーキングの攻め方としては、いくつもあるんですね。タチウオパーキングはルートがたくさんありますので、どういうふうに戦っていくかが大きな勝敗になると思います。まず一つはここ塗って、この部分からね攻めるっていう方法もあるでしょうし、こちらを塗って、ここからまたはこちらあたりから、真ん中でもいいですかね、真ん中塗ってこういうふうに戦うっていうこともいいと思います。でさらに普通にこういう道を通っていくのもいいですし、この壁塗っておくと、かなり結構有利に様子を見ながら戦うことができます。でさらにここを塗って上がっていくと、一気にここまで敵陣に深く攻め入ることもできます。あとまだありますね。今度はここ結構ね気をつけないと落ちちゃったりするんですけども、ここから敵陣に上がることもできます。でさらにここを登っていくと、もうあっという間に敵陣のここまで、この広場まで来ることができますね。あとは例えばここまで来た時に敵がいて、逃げなきゃいけない時があると思うんですけども、そういう時はここ塗りながら逃げたりすると結構かっこいいかもしれないですね。あとはチャージャーがいるとかなり戦いにくいんですけれども、そこは戦いながらどういうタイミングでチャージャーを倒していくか、それが重要になるステージだと思います。ではこちらのタチウオパーキングやっていきたいと思います。縄張り2戦でやっていきたいと思います。はい、タチウオパーキングの縄張りバトル、武器はいつものようにもみじシューターでやっていきます。まずはね、今回は最初ですので、しっかり塗った立ち回りを紹介したいと思います。ですので、味方が塗ってくれるので、じゃあちょっと違うところから塗っていきましょう。この右奥のね、さっきも見せたここ結構塗れるので、ここしっかり塗って、でさらにここだ、はい、うまくねチャージャーさんが前に出てきてくれているので、よいしょ、ナイス。ここ来るかな、来ないね。よし、中央今結構取られてるかな。あ、向こうにもチャージャーがいる。回復、お、結構抜けるな。はっ、あ、今のダメだ、今の下に落ちたな。ここ大丈夫です、 OK。味方が飛んでくるっていうので、ちょっと引きました。ちょっと中央取られすぎかな、来るぞ。あ、やべ、あ、やられた。それはね、やられちゃうわ。今のはちょっとマルチミサイルでダメージを食らった状態で前に出てしまったので、簡単にやられてしまいましたね。中央が塗られてると、よし、ちょっと前行くか。お、あ、惜しい。あと2発は必要だったかな。中央に戻るぞ。あ、まずはそっちか。これを対処しないとな。あ、逃げた。お、
て。今のはね、ロボットボムがおかしな動きをしていたので、あそこにいるのが分かりましたね。よし、今だ。あー、やられた。しっかり守ってくるな。今チャージャーがやられているので、しっかり塗れば勝てるかな。あー、すごい。はい、 40% 対 47.8% でこちらのチームの負けです。最後ね、ちゃんと避けたんだけど、クイックボムでの追い打ちに負けてしまいましたね。ああいうのがちょっと最近多い気がするな。で、それでは次の縄張りバトルやっていきたいと思います。はい、タチオパーキング2戦目の縄張りバトルをやっていきたいと思います。5戦ぐらいやって、このタチオパーキングが出てこなかった時にはちょっとどうなるかと思いましたけれども、なんとかタチオパーキングが時間帯に出てきてくれたんで、第2戦目やっていきたいと思います。今回はね、タチウオパーキングちょっと攻めの立ち回りを紹介したいかなと思います。まずはこんな感じでいきなり敵陣のあたりを伺っていきたいなと。で、中央を守るのはかなり、あー、当たんない。いやー、射程にやられたか。ナイス。でもこれで結構自陣も仲間が塗ってくれてるし、形勢としてはいい方かな。この中央をね、しっかり一応乗っておきますか。お、あー、危ねー。はい、で、このタチウオパーキングの上まで行くこと、敵陣の上まで行くことを、まあ登山って言ったりするんですけれど、今回は登山目指そうかな。よし、いける。あ、上が危ないね。はいはい。よし、敵が去ってった。味方がもう一人いると結構登山しやすいので、はいはい。ああいう感じで敵の後ろに回ることが大事かな。よっしゃ、行くぞ。あー、負けた。惜しいな。で、こんな今戦況ですね。よし、飛ぼう。味方のところに飛んでいくのも結構いいかな。はいはい、よし、 OK。結構ね、このモミジシューターはインクがばらけるので、敵のね、あー、危ね、敵の足元をしっかり塗って戦うというのが重要かな。あ、もう一個来た。 OK。 あ、上から味方が落ちてきたよ。あ、危ね。よし、これ結構いけんじゃない？OK、味方ナイス。 OK、 勝ちました。はい、 61.6% 対 26.3% でこちらのチームの勝ちです。タチオパーキングはやっぱりこんな感じで立ち回っていくと、結構ね、味方と連携して塗っていくっていうような感じになると思います。はい、今日はタチウオパーキングのステージを紹介しました。2つの立ち回り、しっかり乗っていく方法と、あとはガンガン攻めていく、登山していくというような形になるんですけれども、そのタチウオパーキングの立ち回りいかがだったでしょうか。これからもこんな感じでステージの紹介を続けていきたいと思っていますので、
もしよろしければこの動画見ていただけると嬉しいです。それでは今日の動画は以上となります。この動画面白かったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。以上、エケでした。ではでは。